こんにちは。今日は、二項定理と、多項定理についてお話ししたいと思います。二項定理っていうのを、青チャートから引っ張ってきてバーッと写したんですけども、こんな式見てるともうめまいと吐き気がしそうで、見るのも嫌になっちゃうと思うんですけども、実際私も嫌になっちゃった経験がありますし、こういうのを丸暗記しようなんてことは絶対に思わない方がいいと思います。意味を理解した方がよっぽど、覚えやすいんで、どうしてこんな風になるかということについてお話したいと思います。で、吐き気がしそうですけど、なんか、コンビネーションの記号が出てきてるんで、コンビネーションについて、まず最初にちょっとお話したいと思うんですけども、コンビネーションってのは、これは、順番を考えない場合の数の時に出てくる話で、例えば、7人から3人、掃除当番だから順番関係ないですよっていう、組み合わせの時にコンビネーション7-3なんていう書き方をしますと。じゃあこれはというと、まず7人から3人並べますと。で、これは順番を考えた並べ方ですよね。先頭誰でもいいですよ、7人。で、残り6人から選んでね、残り5人から選んでねっていう、これは順番を考えた並べ方で、順番を考えない場合はこれじゃ多すぎるんで、ABC っていう1個でいいものが、この中には、ACB、BCA、BAC、CAB、CBA っていうふうに、これ全部1個でいいものが、この中には全部数えられちゃってると。じゃあ、重複してる分のこの6個ではあるんですが、この6個っていうのは当然3人を並べ替える場合の数なんで、こういう式になります。で、具体的な数字の時には、このように、計算するんですが、じゃあこれを一般化して公式にしようと思ったらどうなるかっていうと、コンビネーション N 人からじゃあ K に選んでみましょうと。じゃあどうなるかっていうと、分子はこれと同じ要領で N 人から1人ずつ減らして掛け算していくんですが、これ K 個だけかけてねと。じゃあ最後は N 引く、2個の時でマイナス1、3個の時でマイナス2だから、K 個の時は K-1 を引き算して、N-K+1 になるのかな。で、下は重複するのは K 個を並べ替える分だけなので、K の階乗と書けばいいんですが、これだとちょっと公式の書き方としてよろしくないんで、じゃあ、この7人から3人並べる時のこの計算も、7人って言うんだから、7人全員、とりあえず並べちゃおうかと。7人全員並べちゃって、でも、選ばれない世にはもともと関係ないです。で、書いちゃったから、じゃあどうやって消そうかって時に、割り算で消してやろうと。そうすれば、もう最初から書かなかったのと同じこと。で、なんでこう書いたかっていうと、こう書けば、7の階乗っていう書き方がありますよと。で、選ばれない人っていうのは、厳密に言えば、選ばれない人の階乗と、選ぶ人の階乗は重複するから消しましょうっていうことで、元の式になりましたと。で、同じ要領でこれも書いてあれば、N の階乗、まず全員並べちゃいますと。で、選ばれない人の分は最初からいらないですよと。N-K の階乗分は最初からなくていいんですよ。これのことですね。で、選ばれる人の階乗分も重複してるから消しましょうっていうことで、階乗の記号を使えば、コンビネーションの、公式がすっきり書けましたと。で、ここで、全員選ぶっていうのもよくある状況なんですが、全員選んじゃうとどうなるかっていうと、全員選ぶと N イコール K ですと。そうすると、これが全員選んじゃうと、全員だからもう N ですね。N の階乗、で、N-N なんで0の階乗分の N の階乗と。全員選ぶってのは当然1通りなんで、これは1でなきゃ困るんで、なので0の階乗は1と定義しときましょうねというお話ですと。0の階乗なんては想像できない数ですが、1と定義しておけば、都合がいいから1と定義しましたと。で、そこでじゃあ二項定理なんですが、二項定理。A たす B の
N 乗っていうのは A たす B をいっぱいかけてねと。でじゃあまあ A の次数の高い順に考えてた時に当然 A を全部かけちゃう。で A を全部かけるんだから括弧が N 個あるから A の N 乗と。でそれは1個に決まってますと。こんな書き方することないです。A の N 乗は1個に決まってると。で次は A を1個だけやめると。じゃあここだけ B。であとは残り A です。で別に B はどこの括弧からでも構わないんで N 個の括弧のうち1個だけ B にしましょう。じゃあ N 個に決まってんじゃんと。1個 B で残りは全部 A なんで N-1 乗と。じゃあ次はっつうと今度は2個 B にしましょうと。じゃあ2個 B なんだけどそれも同じく N 個のうちから2個どれでもいいですよ。あ N 個から2個選ぶのかってとこでこの辺でやるとあコンビネーション使うといいんだなって考えればいいんで N 個の中から2個選んだ分だけ B の2乗があってで残りは A ですと。あじゃあまあ、あだからこういう意味なのかと。で後半部分はもうこれひっくり返せばひっくり返したと同じで B のなんとか乗も当然これと同じようなものが並ぶに決まってると。だから後半ははっきり言って覚えなくてもいい、まあ、ずっとこう起きて最後は B の N 乗で終わりますよという感じで、理解しておけば理解しやすいかなと思います。で次に厄介なのが多項定理。項が3つ以上の場合、項が3つ、じゃあとりあえず3つ、3つでも4つでももうほぼ同じになるんですが、3つ以上の場合の展開した時の話なんですが、これ展開した時に順番に展開して並べるなんてことはもうまずしないですと。っていうのは実際に2乗や3乗ぐらいだったら実際に書いちゃえばいいことだし、5乗や6乗した時に並べて書くんじゃなくて5乗や6乗した時のあるところの係数はいくつですかっていうことだけがまあ大体質問されるんで、展開した時の係数がいくつになるかだけを考えればいいと。でじゃあここで同じくこれ括弧が N 個ありますと。で N 個のうち A をまあいくつか、じゃあ例えば P 個選んだら A の P 乗ができると。で残りの括弧から B をまた何個か選ぶと B の Q 乗ができて、であと最後も残ったものは全部 C ですっていうことで、こうなった時のここのじゃあ係数がいくつになるかっていうことだけをまあ考えましょうと。で当然 A を P 個選んで B を Q 個選んで C を R 個選んだんで合計で全部で N 個なんで、この指数の合計は当然 N ですと。でじゃあ、これがどれだけのできる何個あるかっていう話なんですが、まず N 個のうちから P 個選びます。じゃそれ何通りですかっていうと、当然 N 個から P 個選んだ個数だけあります。でじゃあ次 B を選ぶんですが、もう N 個から P 個選んじゃったんで、まあ、例えばじゃあこれとこれとこれって選んじゃったら、もう残ってる括弧は N-P 個ですと。N-P 個残ってるうちから Q 個選んでくださいと。じゃあその場合の数はっていうと N-P 個から Q 個選びました。でこれがまあ何通りかある、まあこれだけいくつかあるんですが、その一個一個に対してこれだけの通りの場合の数があると。これが例えば、まあ3通りでしたと。じゃあこれに対してこれだけ通り、これに対してこれだけ通りっていうふうに、それぞれに対してこれだけ通りの選び方があるんで、当然ここは掛け算ですと。で、次、もう残ってるものは、
全部 C なんで、まあ一通りなんですが、まあそれらしくコンビネーション、もう9個も選んじゃったんで、残ってるのはこれだけですと。残ってるのは N-P-Q、 この中から R 個選んでねと。で、同じく掛け算ですと。じゃあこの項っていうのはこれだけ個数ありますと。じゃあさっき作ったコンビネーションの公式を当てはめていけばいいだけで、公式は N の階乗割る、K の階乗 N-K の階乗と。じゃあこれ当てはめていくと、N 個から P 個選ぶんで、 N の階乗割る P の階乗 N-P の階乗と。で、次が今度は、N-P 個から9個選ぶんで、9の階乗、これ引くこれですよね、 N-P-9 の階乗と。で、最後まあ1でもいいんですが、まあそれっぽく書くと、今度は、N-P-9 個の中から、R 個選ぶ、 R の階乗で、これ引くこれなんで、N-P-9-R と。で、これ P たす Q たす R が N なんで、実はこれ、あ、これ階乗0になっちゃいます。で、やっぱり0の階乗は1でよかったねという話になりますと。じゃあここでこれじゃんじゃん約分できますと。これとこれ約分できると。で、これとこれも約分できると。じゃあ残ってんのは P の階乗、Q の階乗、R の階乗で、これ0の階乗は1でしたと。で、N の階乗ということで、多項定理、これの係数はこれですよという多項定理が導けましたという話です。じゃあ今日は以上です。ありがとうございました。